熱も下がって、ずいぶん楽になりました。昨日は休んでしまって申し訳ありませんでした。はい、是的。おかげさまで、おかげさまで叫做托您的福。那么实际上呢，おかげさまで它也是一个招呼用语。不管你有没有托人家的福，还是要回答おかげさまで。熱も下がって表示呢，这个烧呢已经退下来的。随分相当的楽になりました。所以现在呢，这一个退烧都好了，所以我现在变成了非常的轻松了。昨日は昨天休んでしまって，那么昨天我请假呢，申し訳ありませんでした。真的非常的这一个抱歉，是的，托您的福，烧呢已经退了，觉得非常的轻松。昨天请假，非常的抱歉，请韩志老师念过一遍。はい、おかげさまで熱も下がって随分楽になりました。昨日は休んでしまって申し訳ありませんでした。はい、おかげさまで熱も下がって随分楽になりました。昨日は休んでしまって申し訳ありませんでした。はい、おかげさまで熱も下がって随分楽になりました。昨日は休んでしまって申し訳ありませんでした。はい、おかげさまで熱も下がって随分楽になりました。昨日は休んでしまって申し訳ありませんでした。はい、おかげさまで熱も下がって随分楽になりました。昨日は休んでしまって申し訳ありませんでした。はい、おかげさまで熱も下がって随分楽になりました。昨日は休んでしまって申し訳ありませんでした。はい、おかげさまで熱も下がって随分楽になりました。昨日は休んでしまって申し訳ありませんでした。好比上司说，いいよ。体の調子が悪い時は、ゆっくり休んで、早く治した方がいいからね。食欲はあるのかい？いいよ。没关系，没关系。体の調子、身体的状况、悪い時は、在不好的时候、ゆっくり叫做好好的、休んで、所以你要好好的休息、早く治った。那我是打呼噶一噶啦呢，所以你要好好的休息，然后早点呢能够自愈好。食欲はあるのかい？那么有没有胃口啊？食欲叫做胃口，有没有食欲？有没有胃口啊？没关系，身体状况不好的时候呢，最好是要好好的休息，早一点治疗好。那么有没有食欲呀？请韩志老师念过一遍。いいよ。体の調子が悪い時はゆっくり休んで。早く治した方がいいからね。食欲はあるのかい？いいよ。体の調子が悪い時はゆっくり休んで早く治した方がいいからね。食欲はあるのかい？いいよ。体の調子が悪い時はゆっくり休んで早く治した方がいいからね。食欲はあるのかい？いいよ。体の調子が悪い時はゆっくり休んで早く治した方がいいからね。食欲はあるのかい？いいよ。体の調子が悪い時はゆっくり休んで早く治した方がいいからね。食欲はあるのかい？いいよ。体の調子が悪い時はゆっくり休んで早く治した方がいいからね。食欲はあるのかい？いいよ。体の調子が悪いときはゆっくり休んで早く治した方がいいからね。食欲はあるのかい？実はまだあまり食欲がなくて、おかゆしか食べていないんです。実は实际上、事实上、まだあまり、あまり叫做不太。食欲がなくて，所以表示呢，这个还没有什么食欲。おかゆ就是这个粥。おかゆしか食べていないんです，所以他现在的状况呢，只有吃粥。其实呢，还不算是有食欲。我现在呢，就只有吃粥而已。请韩志老师念过一遍。実はまだあまり食欲がなくて、おかゆしか食べていないんです。実はまだあまり食欲がなくて。おかゆしか食べていないんです。実はまだあまり食欲がなくておかゆしか食べていないんです。実はまだ